重大な交通事故を未然に防ぐために日々取り締まりに当たる埼玉県警の白バイ隊員たちがいます。この春から実戦の舞台に立てるかどうか、新人隊員たちが最後の審査に臨みました。狭い間隔で置かれたカラーコーンを華麗に避けて進むのは、埼玉県警の交通機動隊に今年の春配属されたばかりの新人隊員です。埼玉市では10日、1ヶ月の訓練を終えた15人が違反者を追跡するための動作やバイクの速度調整など6種目ある最終審査に臨みました。世の中から悪質な交通違反、事件等をなくして大切な人を守れるような、そんな目標を持って活動していきたいと思います。全ての審査に合格した隊員だけが白バイ隊員として実戦の舞台で取り締まりに当たるということです。